セレグラムの月面サーバー攻略作戦に参加したパイロット、トガビタールは地球への降下時に敵であるガルゾールムに回収され、その人格をコピーされてしまう。トガのコピーであるトガドゥープはこの戦いの末に何を見るのか。この程度か。期待外れだな。では廃棄ですね。私にやらせてください。しかし潜在能力はあります。鍛えれば十分に使えるでしょう。コラッチよ、貴様。甘い男だな。コラッチよ、もう情が移ったか。知れ、あの時の屈辱忘れたわけではありません。しかし、ただ消去するくらいなら使い道はいくらでもあります。いいだろう、このままテストを続行する。司令。はっ、テストを続行します。司令。鍛えれば十分に使えるか、バカな男だ。何の話だ。お前には関係ない。ああ、そうだろうさ。それで結果は？喜ぶがいい。テストは続行する。首の皮一枚繋がったな。コラジオに感謝するがいい。勝手にしろ。その態度がいつまで続けられるか楽しみだ。次のテストの準備をしておけ。ああ、ここは息が詰まる。外に行かせてくれ。許可できません。なぜだ。この部隊を構成するほぼ全てが回収データから再構成されたものです。運用実験が目的ですので、艦内での移動は制限されています。やれやれだぜ、まったく。いいですか、トガ。不用意な行動は慎んでください。無用な好奇心は持たないことです。許可されない場所へ侵入した場合、その場で消去される可能性があります。特に面白いものはありませんから、おとなしくしていてください。なんだあの結果は。廃棄されたいのか、貴様。俺の知ったことかよ。本来設定されているはずの能力をはるかに下回っている。あの程度の結果しか出せないのなら実験を継続する意味はない。何もわからず廃棄されて、貴様はそれでいいのか。まあいい、出撃準備をしろ。いいな、次で最後だと思え。死にたくなければ結果を見せろ。クズのくせに人に取り入るのだけは一人前だな。コラッチオにはどう這いつくばってこびへつらったんだ。なんなら俺にも見せてみろ、このクズ。いいか、これだけは覚えておけ。貴様は予想通りのクズだ。廃棄されるのも時間の問題だ。無駄なあがきはやめてしまえ。失せろ、お前と話すことはない。あなたと話すことはありません。早く出撃準備をしてください。次も戦果が想定値以下だった場合、あなたと会うのはこれが最後になるでしょう。まだ生き残れる可能性はあります。あくまでも可能性に過ぎませんが、死にたくなければ諦めないことです。私たちのためにも。すぐに出撃です。準備をお願いします。準備はいいな。準備完了しています。いつでも行けます。トガ、結果を見せろ。他は何もいらん。わかったな。テストを開始しろ。
て。俺には俺のやり方がある。余計な口を出すな、ニンバス。いつまでも上官ぶりやがって。文句があるのか、ニンバス。はっ、仰せに従います、指揮官殿。貴様、もう一度言ってみろ。あいつコラッジオと言ったか。あの男は何者だ。彼はウルボーフル精鋭部隊の元指揮官です。元？彼の部隊は大気圏外での戦闘で敵の艦を襲撃し壊滅しました。なるほど。これよりシミュレーターによる模擬戦を開始します。敵の数、能力ともにアップしており、より実戦向きのテストになっています。さっさと動け。ウルボーフルを配置します。高機動の戦闘機タイプか。ちょこまかとうるさい奴らだ。この程度通常兵力でも上げられる戦果だ。お前の実力はこの程度か。動きを止めるな。いちいちムカつく奴らだぜ。俺に首輪でもつけてるつもりか。もちろんです。ああ理解していませんでしたか。何がだ。あなたは今能力以上に服従の意思が試されてます。組織での順列が理解できないのは能力以前の問題です。うるせえ、くだんねえこと言ってんじゃねえ。戦闘データのサンプリング完了。模擬戦を終了します。やはり問題外だな、コラッジオ。どうやらお前の買いかぶりすぎのようだ。しかしそれならば実戦に投入してください。戦場で死ぬならただ消すより少しは役に立つでしょう。さっさと出撃準備をしろ、このクズめ。クズにはクズにふさわしい死に方をさせてやる。ナフシャ司令に最後のチャンスと言われたトガ。この出撃で命運は決せられるだろう。トガは自らの力を証明することができるのか。そして実験部隊と呼ばれているこの艦ライナックスの目的とは何なのか。
疑念を抱きながらも、トガは、ただ命ぜられるままに出撃する。トガ、こいつはトガだ。その幸運が続くといいですね。そうすれば、私も、消去されずに済みますから。おい。何でしょう？今のどういう意味だ？次回、ゼータペインノット、覚醒。消されてる、この思い出せ、我が痛み。